で、そうそう、初め会った頃に俺ヒロ君好きやって思って、おっしゃ、出ろ喧嘩島出ないでしょ、出ろよミッション、さ、横でも3、2、1、はい、オッケー、ありがとうございます、こちらハッスル、信用が売りだ、純度 100% ヒップホップバック、こちらハッスル、信用が売りだ、純度 100% ヒップホップバック、あの人が日本にほら、めっちゃ集まったよ、あ、嬉しい、いや、僕の方こそ、はじめまして、はじめまして、いつも見てます、いつも見てます、あなたさん、めっちゃ嬉しい、いや来てくれてる嬉しい、山口さん、スーパーセンターの山口さん、はい、はじめましてですバイク頼んだ2年待ち、2年以上待ちやった、そうなの、いやでももうそんなことない、絶対嘘、おまんまえ、いつタンク作ってくれるんですか、タンク作ってほしい、え、マジで作ってほしい、ほんまに、はい、カフェレーサーのタンク、そう、え、全然いつでも、マジっすか、やってください、欲しい、ほんまに、お前えぐりタンクあるじゃないですか、あれ、うんうん、あれ欲しい、やりましたか、オッケーです、マジっすか、やった嬉しい絶対いいなってコメントめっちゃくんで、いや、ファンなんすよ、いや、逆にめちゃくちゃファンっすよ、普通に、思いっきりヤンキーやんそこがいいんすか、うん、なんか好きちゃんと思いっきりヤンキーやなと、なんか俺、あの、生い立ち YouTube とか見てたもん、はい、嬉しい、めっちゃ前になっちゃう、うん、うん、そうそう、初め会った頃に俺、ヒロ君好きやって思って、会見とかもファイトスタイルも全部好きで、うれしい、格闘技全然わかんないけど、え、でも今回あれですよ、後楽園来てくれるんですか、行く、すごくない、そう、ヒロ君いるから行く、いやありがとうございます、うん、いや、またさ、滋賀のお店あって、あ、お姉さんちょっとすごいな、映って映ってこっちや、こっちやご無沙汰で、ヒロキちゃんで、それ渋くない、K-1 の人自前ですよ、自前やねんって感じでラウンドガールよりいかついすごっ、あ、やさやはい、こんな嫌がるしやった仲間でしょ仲間これ見とったっす、超あ、これの運転できるんすか、こんなん全然これ全然余裕、ほんま普通にやってみて、普通だよ、これヒロ君にまたがってほしい、マジっすか、なあ、太田一緒に撮って、俺ファンやねん、うちのドキュメンタリー撮ってもらってて、映画になる、映画なの、映画になる、すみません、そんなお邪魔しますK-1 のヒロキ君っていう、うん、格闘家、俺今月さ、末さ見に行くね、試合見に行ってくれます、東京あ、はい、エセカフェレーサーのねえ、知ってくれるんだ、こいつ絡まん方がええでやりますよスパイク盗まれるこいつらおっしゃ、いや出る喧嘩島出ないでしょ出ろよ、ミッションマンやろ、エセカフェレーサー集めるみたいな、出そこ言うぞ、出そエセカフェレーサーに物を言うタイプじゃないですか僕も一応エセカフェレーサーなんで、あ、そうや、喧嘩島ちょうど、うん、重たいですか、うん、重たいで、すごいわ、起こしてハンドル振っても全然余裕やと、余裕っすか、うん、振ってみて振ってみて、あ、確かに曲がれる、え、いや、曲がれるもやっぱ乗り慣れな無理なんで似合いますもの、似合う、うん、全然今日のおしゃったんけど、本当はえ、あ、これ、もう乗る人いはるんすか、もうナンバーついてて、そうなんやけど、オーナーが事故しすぎて任意保険入れへんくなっちゃってほんでこんな事故しそうなやつ買ったんすか、そうなんで、かっこええな、こういうの来るんだ、いやだから今回そのニューネームさんが出品するっつって、うん、で、あ、行きますって言ってて、昨日一昨日ぐらい電話があったけどやっぱ行かんくなったむちゃくちゃほんまで、あんまそうっすかって、ね、でもあのグッサンとかいてはるでって言われたから、うん、あ、じゃあ僕行きますっつって、ああそうなんだ、近くだもんね、そうっす、もう神戸なんで僕ら、そっか、そうそう、うんうん、なるほど、
でもこういうイベント来てくれるの嬉しいね。いや僕なんかこんな楽しいと思わんくて、うんうん、めっちゃ楽しくない、うん、なんか昨日それこそニューネームでおった金髪の子が、うんうん、さっきやったら坊主になってて、うん、飲んでって言ったらそこで切ったって、うん、カットもしてあるみたいで、で坊主なんや、イベントによっては炭入れてくれるイベントとかね、ありますね、そのタトゥーイベントとかありますよね、うん、あるみたい。いやでもこれ山口さんにタンク作ってもらえて最高やな。それまたさ、滋賀行こうな。あ、全然いいよ。あ、来てください。マジ行きたいです、うん、来て来て、ぜひ楽しんでってください。ありがとうございます。また適当に、はい、お願いします。ありがとうございます。なんだかそんなそんな感じやねこれって映ってんの？映ってる。映される、うん、嫌われてんな俺バイクまで作ってもうたのだから多分潰れるんちゃう。え、いきなりしかも危ない方のな、うん、山口さんお疲れ様です。あ、見た。おどうよ、すごいな。俺見に行く。あれ、両次郎いつも見てます。ありがとうございます。すげえ組み合わせ。いや、すごい、僕めっちゃ見てました。山口さんの中で詰めやめた方がいいですでもなんか今日ちょっと喋らせてもらって思いました。嘘や、仲良くしようやでもなんか内装屋さんとかコンテンツされてきた。僕も内装屋してるんですか。あ、そうか、そう、あれ仕事でもやったはず。そう、仕事でもやった。なるほどね、そういうことだ。すごい、あのめっちゃバズ乗ってましたよね。そうそう、調子乗ってる、調子乗ってる。え、マジ男前なんや、うん、この3人で写真撮らせてもらっていいですか。いや、もちろん。もうはい、オッケー、ありがとうございます。まだお願いします。どうやったこのイベント。うん、わあ楽しかったね。なんか思ったより小さかったな。あ、まあそんなん言うなすごい失礼やんでもかっこよかった、うんうん、好きになったバイクは。やっぱあのもともと狭い世界やから、うん、やっぱ仲良くそうしていかないと、ね、なんかみんなフレンドリーやったし、うん、間違いない。俺も T シャツ買ったし。ほんまや、うん、持ち方雑いなほんではい、じゃあとりあえず今日は、ニューオーダー神戸、うん、イン神戸。いやもう僕もね、言うたってバイク乗り出してちょっとなんですけど、俺のバイクがちょっとかっこよくなっていくのも乗っていこうよ。うん、じゃあそんな感じで、うい、またお願いします。次は何編かな。まあバイク、バイクのやつは続き出していくんで。あれちゃん、タンク作ってもらいに行くんで。そうやな、打ち合わせ編でもいいし、うん、ちょっと楽しみましょう。うい。